秋田、見ろ。あそこのファミレス、またスイーツフェアをやっているらしい。もう、ああ、あの店は季節ごとにいち早くそういうのやってるみてえだしな。へえ、そうなんだ。さすが甘党、詳しいね。詳しくなりたくてなってるわけじゃねえよ。家で飯食うときにエナがああだこうだってよく話してるからな。あ、そっか。お姉さんも甘いものが好きだったよね。そう考えると三谷遠野さんに、アキトの周りには甘いものが好きな人たちが多いな。ルイは友を呼ぶってやつじゃない？たまたまだろ。大体家族なんてほとんど毎日同じもんを食べてるんだから味覚だって似るだろ。そう言われてみれば俺も父さんも母さんのクッキーが好きだな。うちは結構好きなものも嫌いなものもバラバラかも。うちのはどうだったかな。お母さんとお父さんに聞いてみよっと。つうか、そんなことよりさっさと練習行くぞ。遠野たちも待ってるだろうしな。うん。